おはようございます。それじゃあ今日の講義を始めましょう。前回は拡散方程式の対流項ということで、拡散問題に対流の項が入ってきたときにどうなるかということを扱いましたけれども、前回お話ししましたね。拡散方程式はとりあえずここで打ち止めですね。で、今日からは新しいタイプの方程式を扱います。ということで今日は一次元波動方程式のについて、導入とそれからどうやって解くかという話をしたいと思います。定常波の実験とかってのをやったと思いますけれども、ちょっとあそこで弦の振動を扱ったと思います。で、基本的にはあれをもう少し、分布系の数理という立場から議論しましょうと、こういうことになります。で、扱う問題としては今まで、放物型というタイプの問題を扱ってたわけですね。で、これが、今日から扱うのは双極型と言われるタイプのものになります。で、ここら辺の標準形の話とかはもう少し後で、話をしたいと思います。問題としては双極型の問題というふうに分類される問題を扱います。で、しばらくは一次元の波動方程式、これを議論の対象にすることになります。で、まずどんなふうにして出てくるのかということをまず最初にやりましょうということで、弦の振動、これを考えると自然に波動方程式が出てきます。すでに導質とかは、B 実験でやってると思いますので、今まで U という変数は従属変数、温度とか物質濃度とかというのは使ってましたけれども、今度は波動方程式あるいは振動の方程式ですので、場の変異を表すことになります。で、今ここに、長さ L の弦が張ってあって、で、弦が平行の位置からどれだけ変異しているかというのを、今一次元でかつ、U は一次元の方向だけを考えることにして、垂直方向なら垂直方向でいいんですが、その方向の、変異を考えましょう。そんな話ですね。ですからこちら方向にどれだけ変異しているかというのが、U という変数で従属変数で表される。で、相変わらず、空間と時間の関数になってますので U of XT という形で書くことができるということになります。で、もう一度書くと平行点からの変異を表しているというふうに考えましょう。で、じゃあこの弦の振動の状態がどういうふうに力学的にモデル化されるかというのを考えましょう。で、また例によって x と x プラスデルタ x という微小な区間の部分を考えて、それがどういうふうに変異するかというのを考えましょう。そうすると運動方程式を立てればいいので、これにこの微小部分に加わっている力は何かというと張力による力ですね。T という力が横方向の変異はありませんので、同じ強さの T という力がかかっている。これはいいと思います。で、水平方向からの角度をこちらが θ2 で、こちらがここをシータ1というふうにしましょう。そうするとこの微小部分にかかる加わる力は何があるかというと、まず張力による力がかかります。で、同じ力で引っ張られてますので、水平方向にはバランスしてて動きませんので、垂直方向だけ考えます。そうすると T の
サインシーター2、これが X プラス B デルタ X のところでかかってる力の垂直方向の線。それから、X のところでかかってる力は、こちらの角度をシータ1と定義しましたので、角度で書くとシータ1プラスパイなので T サインシータ2マイナス T サインシータ1ということで、下向きの力がかかってデルタ X のところでは上向きの力になっている、こういう形で、書かれます。で、微小な角度なのでシータ1、シータ2は微小ですから、これはタンジェントに置き換えることができます。で、このタンジェントは何かというと、これは空間微分ですから X プラスデルタ X、こういう形で、張力による力というのが決まります。外力が考えられます。端的に言うと、重力がかかっていれば、重力加速度によって下向きの力が加わるといったような外力、F を X といただきましょうというのが加わります。それから、弦に対する摩擦力、真空中で動いていれば何の問題もありませんけれども、例えばこうグリセリンのようなドロッとした液体の中でこの運動を考えれば、当然、振動がものすごく減衰を受ける、摩擦によって減衰を受けるというのが分かると思います。で、その摩擦力というのは速度に比例しますので、部分部分で、早く動かそうとするとそれに対してそれに応じた抵抗力が生じる、それが、通常の摩擦力とちょっと違いますけれども、液体から受ける摩擦力なので、こういう形で、摩擦力が決まります。それから、ポテンシャル場の中だったりすると復元力といったようなものがかかって、ガンマの U という U に比例する復元力がかかったりとか、こういうことが起こり得るということになります。で、これらの力が、X から X プラスデルタ X のところに加わっている。そうすると運動方程式は、これは、質量がデルタ X のロー、これで、質量、ローは、今一次元で考えてますので単位長さあたりの密度なので、キログラムパーメートル、こういう単位を持っている、量ということになります。そうすると、これでデルタ X ローで微小部分の質量、これに加速度がかかってニュートンの運動方程式ですから、これが加速度で、この加速度を生み出す力は何かというと、これとそれからマイナス、こんな形で3つの力が加わるということになります。でデルタ X を0の極限を取ると、こんな形で決まります。で、ベータとガンマと、F は、これは、チルドつけてもいいんですが、ローで割ったもので、あちらとちょっと違いますということになります。それから、アルファ事情は、これは、ロー分の T ですね。ロー分の T ということになって、これで、波動方程式が出てきたということになります。で、しばらくの間は本質部分はここだけですので、こちらの、粘性による抵抗だとか、それから復元力だとか外力だとかっていうのはとりあえず考えないで、一番単純な波動方程式を
考えましょう。で、そうするとここで導かれた波動方程式、単純に言うと時間微分の項が1回じゃなくて2回になったと、方程式の形だけで言えば、それだけのことなんですが、その、回数が1つ上がっただけで回の性質がガラッと変わります。それがどんなふうになるかというのを考えましょうというわけです。で、放物型の時はこれについては、どういう問題から扱ったかというと、E 有限の範囲の問題を先に扱って、でそれをどういうふうに回路を作るかという話をしました。で、E 有限な範囲を構成しました。思い出していただければ、これは、変数分離法、これが基本になりますので、まずは、変数分離法というのを理解してもらう、これを導入するために、必然的に、有限の区間の話をしました。で、波動方程式の場合は、そうではなくて、今度は、無限の空間を、これをまず考えます。で、波動方程式っていうのは言葉通り、波がどういうふうに伝わるかという現象を表してますので、有限の範囲で考えると縁の影響を考えなきゃいけないので、問題の解を考えるにあたっては、無限の空間でどうなってるかということを考えた方が、分かりやすいというか、考えやすいということで、自由空間という言い方をしてもいいかと、束縛のない空間ですね。でこの場合にどういうふうに解が与えられるかというのを考えましょうというわけです。で、拡散型の問題に合わせて、係数をアルファ事乗と書きましたけれども、これは実はもう皆さんご存知の通り、波の速度を表すパラメータになりますので、問題を定式化するにあたっては、アルファではなくて、速度に対応して、C というパラメータを使いましょう。 U サブ TT が C 事乗の U サブ XX で、空間は制限なしで、時間の方はある時刻に初期条件を与えて、その状態がどういうふうに進行していくか、それを見ましょうと、そういうことにします。そうすると初期条件は適当な任意の関数形が与えられているとします。で、今度は t について2回の方程式になってますので、初期条件も一次微分のがどういう形をしているかというものを与えないと解の形が1位に決まらない、運動方程式ですから、初速と位置を与えないと運動が確定しませんけども、それと同じことですね。ということで問題、こういう形の問題になります。そうすると、問題が与えられている空間を考えると、今までやったように X によるフーリエ変換、それから T によるラプラス変換、これどちらを使っても解くことができます。で、ここでは、前回と同じですけれども、波を表す方程式なので、波の運動を記述するということで、前回と同じに動座標、動く座標形を使ってこの問題の解を考えましょうということで、波動方程式の本質が明らかになります。まず最初ステップ1、 XT という独立変数をグザイとイーターという独立変数に変換しましょう。で、どういうふうに変換するかというと、ちょっと天下りになっちゃうけれども、x プラス ct、 それから eta イコール x マイナス ct と、
前回やりましたように、x-vt って書くと速度 v で、移動している波面の、ちょうどあの先端の位置を表している座標になるという話をしましたけど、そうすると x プラス ct の方は、正の方向ではなくて負の方向に進んでいく波の波面を表している式になるということになりますので、まあ、そういう意味で、右と左に進む波を、その波の上に乗っかって見るような座標形を取りました。で、グザイとイータという2つの座標形に変換して考えました。そうすると偏微分方程式を変換すると非常に簡単になります。 U グザイータイコール0という非常に簡単な式に変換されます。で、先に答えを書いてしまいましたけれども、どうしてかというのをやりましょう。で、前回やった通り U サブ X は U サブイータのイータ X で、これは、見て通りあの X で偏微分すれば1ですから、これは U グザイプラス U イータとこういう形になります。それから T の方は t プラス u イーターのイーター t で、t で偏微分すると具材の方は c が出て、イーターの方はマイナス c が出ますので、 c でくくると u 具材マイナス u イーターというふうになりますですね。ということで2回微分をすると uxx をすると、そうするとこれをもう一遍、X でやることになりますから、 U 具材具材とプラス、こちらから U 具材イーターが出て、こちらから U 具材イーターが出て U イーターイーターというふうに、書かれます。それからT でもう一遍偏微分すると、まあ、同じことですので、C 次乗の U 具材具材マイナス U 具材マイナス、こちらからは U 具材イーターのプラス U イーターイーターという形で書かれますので、元の方程式に代入してやると U 具材イーターイコール0という方程式になるということが分かります。次はこれを解くということで PDE を解きましょう。で、これはもうすでに終わってますよね。第1回に、一番簡単な方程式をできるだけ簡単なというか一般的な形で書いてくださいという話をしましたけれども、そこでもうすでに解がまとまっていて、 U 具材イーターっていうのは イーターだけの関数とそれから具材だけの関数、この2つの任意の関数でロマで書くことができる。これが、一般解ということになります。まあ、これ代入してもらえば確かにそうなってますので、これは、もうすでに第1回 に問題を出して、第2回に回答してますので、これは、繰り返さずにこれはもういいということにしましょう。で次はどうするかというと、元に戻せばいいわけですね。具材エーターから XT に戻します。つまり具材イコール X プラス CT でエーターイコール X マイナス CT だったので、ちょっと前回と同じですが、具材とエーターのところに XT を入れるわけじゃないんですが、まあこういうふうに書いてるんだというふうに理解してください。で、そうすると φ の x マイナス ct プラス ψ の x プラス ct、
という形で書かれます。でこれは右へ進む波、右というのは要は X が正の方向に進む波ですね。でこちらは左へ進む波、が負の方向に進むということを表しているということになります。x-ct イコールコンスタントのところは同じ値になっているわけですから、その値、同じ値を取るところっていうのはどんどん右に進んできますので、こちらは右に進む波だし、こちらは左に進む波ということになります。でこれで一般解が求まりましたので。波の形を決めるためには初期条件を与えてられているわけですから、初期条件を満たすように波の形を決めてやればいいわけです。ということで、初期条件に代入しましょう、適用します。そうするともう一度書くと U of X0 が FX で U sub T の X0 が GX、 これが初期条件だったわけですということで、そのまま代入しましょう。 t イコール0を置いてやれば φx プラス ψx はこれは f を x ですよということになります。で、次は u sub t ですので、これ t で偏微分します。でこれ t で偏微分するとマイナス c のΦ'X プラス Ψ'X のとなって、これが G of X という形になります。で U sub T なので、これは D dT の X プラス Ct、 あくまでもないと思いますが、そうすると d d e タの無罪 t なので、これはちょっとくどく書きますけども、かけることの e タ t はマイナス c ですから、マイナス c が出て、こっちはこちらは c が出る。なのでマイナス C の Φ'Eθ プラス C の Ψ' の具材で、U sub T の T イコール0と置けば、Eθ は X になるし、Ψ'X どちらも引数が X になります。それではこういう形で、ちょっとくどく書くとこういうふうに、微分で書くことができます。ということになります。GX ですね。ということで、あ、そうか、上げなきゃよかったな。もう一行かけますね。そうするとこれを積分してやれば、 X で一回積分してやれば、Φ と Ψ がそのまま出てきますので、求めてやることができる。つまりマイナス C の Φx プラス C の Ψx というのは、なんかどっか適当なところからこの具材は単なる積分変数ですので、さっきの、この具材とは全然違うの。ということで、ファイとプサイという2つの未知関数に対して、2つの方程式が与えられましたので、これは1位に決めてやることができるということになります。非常に単純な連立一次方程式ですから、Φ of X は Eψ マイナス A、それから
psi x バープラス k、まあ、こんな形で、書いてやることができますということで、波動方程式、自由空間での波動方程式の解が決まりました。足しますので、これからこれを引くことになりますから、こちらの x が下に来ます。で、こちらの x というのは x-ct なので、x-ct から x+ct の g オブグザイル d グザイル。という形で、解を求めてやることができます。で、これを波動方程式のダランベール解と言います。波動方程式のダランベール解、初期条件からこうやって簡単に書くことができるということで、解が定まるということになります。ちょっとじゃあいくつか具体的に例を挙げて考えましょう。正弦波ですね、これがどうなってるか考えましょう。初期条件で決まりますから、初期変位が sin x で初期変位速度は0だとしましょう。そうすると解は直ちに求まって2分の1の sin x-ct プラスsin x プラス ct ということで、これは sin x cos ct という形になります。という形の、この sin 波は右と左に移動していきますので、形そのものはサインのままで変わらなくて、ただし振幅が全体がコサイン CT でもって大きくなったり小さくなったりするという形の解が得られるということになります。まあ同じ波形の無限に続く波が、右と左にこう動いていきますので、まあ、定常的になっていて波が、進んでいるというイメージがあんまりありませんけれども、右に行く波と左に行く波という形で、記述することができるということになります。もう一つ、じゃあ、波らしい波が伝わっていく状況が分かりやすい例を考えましょう。単純な矩形波、初期条件がプラスマイナス1の範囲で1で、それ以外が0になっているような、状態。実際にこう弦でそんな状態を作るのは非常に考えにくいですけど、まあ、仮想的にそういう、変異分布を与えて、でそうした時に波がどう伝わっていくかというのを考えましょう。で初期変異は0としておきます。そうすると、こういう初期変異が与えられていて、まあ、これが波の形を保ったままで右と左に移動していくと、こういうことになるんですね。でどんなふうになるかっていうのは、まあある時刻になると波がちょうど2分の1になりますから、こんな形で右と左に進んでいく。でどっかでぴったりこうなって右に進んで、左に進む、まあ、こんな形で、2つに分かれて進んでいくと、まあ、こんな形の解が、得られるということになります。初速が与えられた場合はどうだ。そうすると、最初は平行の位置だとしてとしましょう。でつまり u オブ x0 は0で、で初速が例えば先ほどと同じ sin x で初速が与えられると、sin x に比例する速度で、弦がボーンと叩かれると、すごく想定しにくいけど、まあ、こういった形で、与えられたとすると、そうすると u オブ xt は
水分の1のサイン具材の D 具材なので、コサイン X プラス CT なので、水分の1のサイン X サイン CT と、まあちょっと位相がずれた形になりますけれども、同じ波形で先ほどと同じような波の進行ということになります。単純な角栄波の場合をもう少し、掘り下げて考えてみましょう。角栄波で考える前にちょっと一般的にまずどう表せるか。でまず初速が与えられ、初速じゃない、ごめんなさい、初期変異が与えられて初速がゼロの時に、ダランベール回というのが一体どういう構造を持っているかというのを考えましょう。ということでちょっと図を、これ X 軸とします。でこちらは時間軸だとします。つまり、時空間が全部この平面の上に投射されているとします。で、ある点でのある時刻の変異は、この平面上で、こちら方向にプロットされる、こんな風に考えましょう。でそうすると先ほど言いましたけど、例えばこう U of X0T0、 X0T0 という点での変異はどういうふうに与えられるかというと、 X-CT イコール X0-CT0、 だから X プラス CT イコール X0 プラス CT0、 こういう2つの直線が考えられます。でこの2つの直線それぞれ、右に行く波のとそれから左に行く波を表しているわけですね。でどこからどう来ているかというと、傾きが C というか傾きが C 分の1ですけれども、こちらは X0-CT0、それからちょうど対称の位置だからここら辺かな、ちょっとずれた、 X0 プラス CT0 ということで、2つの直線が書けます。 X-CT イコール X0-CT0、 それから X プラス CT イコール X0 プラス CT0 という直線が書けて、でこの点の値とこの点の値がドーンと右と左に来て X0T0 という点で合体して、その点での変異はこういう構造になっているというのは分かると思います。でこれは XT 平面内で、その線この直線に沿って、状態が変異してきますので、これを特性曲線と言います。つまり波動方程式で場の中を変異が進行していくような話というのは、こういう形で、特性曲線を使って表してやることができるということになります。でそうすると先ほど書いたこの、角栄波の場合ですね、角栄波の場合はこんなふうに、変異してきますよと書きましたけれども、じゃあこれが今このここで書いたこの直線の上で特性曲線を使った表示で書くと、どんな風に見られるかというのをちょっと考えましょう。角栄波の場合ですね、この場合は U of X0 が0、こういう形で初期条件が与えられていて、もう一度同じ図を書きますが、今度は初期条件がマイナス1とプラス1ですね。この範囲内だけプラス1という初期変異を持っていて、
それ以外のところはゼロという初期条件ですね。そうすると、特性曲線が、特性曲線はそれぞれこういう形で書かれますね。両端の点が、からの特性曲線がこういうふうに書かれて、領域がこれで、分かれる。で、プラス1よりも外側のところは、これはもうどうやっても0しか来ませんから、ここは U イコール0、ここも U イコール0、ね、それから、ここはどうなるか、この値はどうなるかっていうと、これは、U イコール2分の1、こっちからしか来ないので、ダランベール界は2分の1がつきますので、この領域も、左側からしか来ませんから、ここは U イコール2分の1で、これがずっと進んでいくということになります。それからここ外れちゃうと、ここも0、 U イコール0、もうどっからも来ないので U イコール0で、真ん中のところはこれは両方から来ますから U イコール1ということになります。したがって、さっき書いた、青の位置はちょうどここの位置に相当しますので、この上で U イコール2分の1が立って、1が立って2分の1が立って、もうこんな波形になるし、赤で書いた位置はもっと外側に行っちゃってますから、こちら側に2分の1で立ってる、こんな形で、波が進んでいくというのが、特性曲線の上で見ると、こういう形で、見ることができるということになります。ちょっともう一度、すいません、ここをもう一度使わせてください。で、今度はケースのに、初期変異が与えられている。この時はどうなるかというわけです。そうすると、ダランベール界は G 分際 D 分際こういう形になりますので、特性曲線は同じですね。とにかく影響を与えるのはこことここの範囲だけですから、特性曲線の外側は全く関係がない。特性曲線の内側にある部分だけが効いてきます。で、内側にある部分だけを X0、U0 という点で言うと、T0 ごめんなさい、 X0、T0 という点で言うと、この範囲を、この範囲の G を積分した形でここに変異があるという形で、解が求まるということになります。固定波の場合はどうなるか、今度はこちらが0で、と、無限に長い弦があって、プラスマイナス1の長さの、ハンマーみたいなもので下からボーンと叩いた、そんな状況ですね。速度が、ここだけに速度が与えられますから、そういう形になるということになります。そうすると、X-CT=1、X-CT=1 で、こっちが、こういう形の特性曲線が4本かける。で、先ほどと同じに、それぞれの領域で、解が変わってきます。ちょっと領域の番号を、ローマ数字でこういう形で、先ほどと同じに領域を分割して、それぞれで、どういうふうになっているかというのを考えましょう。一番分かりやすいのは、というかやるまでもないのは、ここですね。1番と5番は、ここは、どう頑張っても積分する領域が0しかありませんので、ここは0ですね。それからここも簡単ですね。マイナス1から1までが全部含まれますので、積分される変数は1で、
それがマイナス1から、1まで、積分されてますので、これは、簡単にここは 2C 分の1ということになります。あとはちょっと計算しないといけないのでちょっと計算しましょう。2番目は2番目の領域は、積分の加減はマイナス1ですね。なので 2C 分の1のマイナス1から X プラス CT まで、ね、の d 材ですから、これは 2C 分の X プラス CT プラス1ということになります。それから、対象の位置で、4番はこれは 2C 分の1の X マイナス CT から X マイナス CT から1までということになりますので、X は 2C 分の 1-X 足す CT ということになります。あと残りは6番ですね。 2C 分の1の P、まあ、こんな形で解が求まるということになります。で、書き込むとでここが T という形で、解が求まるということになります。そうすると波形全体がどうなってるかというのを見ると、ここがポーンと叩かれると、時間に比例してだんだん、進んでいくわけで、叩かれたところが進んでいく。で、そうすると途中の波形がどうなってるかっていうのを見ると、ちょっと書きにくいけど、例えばここで切ったときに、どんな波形になってるかっていう と、こう来てこっから斜めに上がってこうなって斜めに下がってって、こんな波形が、途中の波形ですね。それから、もうちょっと進んでここら辺まで来ると何が起こるかというと、ここからここまでが斜めに上がって、でここは 2C 分の1でフラットになってこうなってる、まあ、こんな形の波形になります。ということで、ずっと来て、ちょうどここの位置の時にここがピタッとこの位置に来て、でそこでそれ以上動かなくなって、今度ずっと広がっていくという形で、最終的に全体が 2C 分の1だけずれた形で、決まる、こういう形の、解になるということになります。今日はもう少し話を進めます。ここまでの話は自由空間の話だったわけです。で、半無限の時にどうなるかっていう考えでしょう。要は原点があって、原点から正の方向だけにこう弦があって、それで、波がどういうふうに進むか、そうすると、今やったように無限長の弦の一般解は U of XXT というのが左に進む、ごめんなさい、右に進む波と左に進む波の和として書けるということで、これと同様に考えましょう。つまり、Phi of X マイナス CT というのは2分の 1F の X マイナス CT マイナス 2C 分の1の X0 から X の X 引く CT か G 具材 D 具
あの積分定数ありますけど、もうあのいらないので省いておきますね。x プラス t 0から x プラス t の g グザイ d グザイ。同様に考えるといっても x は正のところだけを考えようというわけです。というわけですから、負債の方は0からしかないわけですね。ということで、書き方としては、こういう形になります。そうすると、x-ct というアーギュメントは、マイナス無限大からプラス無限大までの値を取ります。x が正の値だけでも、t も正の値だけですけども、差を取ってますから、必ず負の値も取り得るということで、こういうことになります。それから、x プラス ct の方はどうなるかっていうと、これはもう正にしかなり得ないということで、正の値しか取らないということになります。で、半無限なので初期条件は u of x0 イコール fx x 正、それから u sub t のx0 イコール gx の x 正ということで、 f と g は正のところしか値がない、ね、当然です。半無限での問題を考えてますから、正のところでしか初期条件を与えられてない当たり前ですね。そうすると解としてこういう形の解を、右に行く波と左に行く波の形を書いたときに非常に困ったことになる。で、F のとか、G の値が負になるわけです。つまり X が CT よりも小さいときに、このときに Phi の X-CTこれは一体どうなるんだというわけです。右に進む波は本来0までしかないんだから、こっちから波の進んできようがないよね。 何もないから、さあどうしようというわけです。で、半無限の空間を考えてますから、当然 x イコール0のところでの境界条件が、バウンダリーコンディションですね。で、バウンダリーコンディションいくつか考えられますけど、まあ今、原点に弦を固定しているとしましょう。要するにそこでこうフィックスしちゃってるので、そこは動けない。そうすると U of 0t はここはもう常に0に固定されている、こういう境界条件があるわけです。そうするとこの境界条件を使って値を求めてやることができる。で、どういうことかっていうと、まあ、直感的には分かると思いますけれども、右から来た波がここで反射してまた向こうへ行くよ、こういう話、ね、でそうなるように、解を求めてやることができる。これに、この境界条件に、先ほど解を求めようとしている U of X の値を入れてやると何が起こるかというと、 Phi のマイナス CT がマイナス Psi の CT ですよ。こういう境界条、これで境界条件を満たすことになります。したがって Phi of X マイナス CT が負になるところはマイナス2分の1 F の CT マイナス X ですね。マイナス2 C 分の1の X0 から CT マイナス X の G の際、まあ、こういう形で解を構成することができます。したがって半無限空間での波動方程式の
ダランベール会っていうのが初期条件から求めることができて、引数が負になった時はプサイ T でかける、つまり、右に進むはずの波が左から進んできた波でもって与えられる、こういう話ですね。で、どういう解の形になるかというのを、ファイとプサイを足せばいいので、2分の1のプラス2分の1の、こういう形で解が求まる。これは X が CT よりも小さいですね。それからそれ以外のところはダランベル解そのままでいいわけですね。とこういう形で、ゼロ小なり CT 小なり X とこういう形で、解が求まるということになります。先ほどの XT 曲線曲面で XT 平面で考えるとどうなるかっていうと、イコール CT という直線があって、でこれの、上と下とで解が異なる、ね、なのでこちら側だと X0、T0 とすると、こちらは先ほどと同じで、この2つの値で決まるところですね。この、変異はここからこう来るし、変異速度については、全体を積分してここに集約されてこの点での値が決まる、こういう形になります。でこちら側にあるときはどうなるかというわけです。そうすると、自由空間だとするとここが X0-CT0 で X0 プラス CT0 で両側から来てここに来ますよと、こういう話だったわけですが、いかんせんこちらには領域がないので、こちらから来ようがないけれども、境界条件を使って書き表すことによって、ちょうどここが CT0-X0 というこの点から来て、ここで反射してここに来ると、こういう話になります。で、積分領域はここの範囲ということに、 CT-X0 から CT0 までということになりますので、こういう形で積分領域が決まって、積分されるということになります。まあ、こんなふうに、境界がある場合は、こういう形でダランベル解を拡張して書くことができます。で、有限になるとさすがにもう無理ですね。ぐちゃぐちゃしてくるから1位には書けないので、別の手だと、ある程度に言えば、変数分離法を使えば、きれいに解を求めることができますが、自由空間あるいは半無限空間での解というのは、とにかく初期上最初に与えられた波の形を保ったままで、どんどん移動していって、その、トラベリングの様子が特性曲線を使って、TX 平面上で、議論することができる、まあ、こんな、ことで、まあ放物型の問題に比べて、拡散型の問題、あ、ごめんなさい、放物型の問題に比べて、双極型の問題が、解の性質がこれだけ、変わってくるということを理解いただければと思います。